皆さんこんにちは。恋の空中ブランコでおなじみの小手川優子さん。小手川優子の激太りした悲惨すぎる現在について紹介します。今日は小手川優子さんのことについて紹介します。まずは小手川優子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小手川優子は日本の女優、歌手、司会者、タレント。大分県出身。大分県立鶴崎工業高等学校卒業。コニー所属。妹は元女優の小手川紳士。長女は女優の綾菜。元は俳優の田中健。身長158cm。血液型 B 型。1976年8月2日東宝と金棒化粧品の共催で芸術座にて開催された三浦友和の相手役を選ぶミスサラダガールコンテスト全国大会において1位となり、東宝芸能へ入社。金棒の CM に出演し、三浦が主演する星と嵐で映画デビュー。1977年幕末未来人に出演したことで人気を博し、アイドル的人気から脱皮して清純派でかつ美人な女優として知られるようになる。1986年夜の傾斜で共演した田中健と結婚、一女を設けたが1999年に離婚。恋の空中ブランコは1976年12月25日に公開された日本映画。制作は東宝映画、配給は東宝カラー。元が美人なのでコードリコ太ってしまっても品の良いマダムといった印象だった。明るくて元気なイメージの古川さんですが、太ったことでひょっとして何か病気が隠れているのではと心配の声が上がった。身体面での病気は公表しておらず不明ですが、心がアンバランスになったようだ。古川さんは40歳を過ぎてから心身を病み、マイナス思考になってしまったと発言していた。40歳になったのは1999年ですから、ちょうど田中健さんと離婚した頃になるね。離婚するまで少し揉めたようで、心の傷がかなり深かったのかもしれません。人間はネガティブになると確かに太るようで痩せにくいのだとか、心が病んでしまったことと加齢による新陳代謝の低下が重なり体重が増加してしまったのだろう。古川さんは1986年26歳の時に俳優の田中健さんと結婚しています。結婚後は田中さんが古川家に婿養子に入ると、新居となるマンションも古川さん好みの城で統一されるほか、広い部屋の中、田中さんの自室はたった一つのみと田中さんは随分肩身の狭い状態だったようで、さらには娘が誕生した後は仕事で忙しく家を空けることの多い古川さんに代わり、田中さんが子育てをすることになると古川さんの両親とも同居することになり、田中さんと古川さんのお乳さんの相性が合わず、田中さんがお乳さんに怒鳴りつけられているところが近所の人に目撃されることもあり、田中さんはマスコミからマスオさんと揶揄されるようになる。するとそんな状態に嫌気がさしたのか、1994年には田中さんがケーナの練習のためとの理由で別のマンションを仮別居。しかも家を出た際に判を押した離婚届を置いていったという。そして別居後は双方に不倫疑惑が報じられるなど、夫婦仲は悪化の一途をたどったのだった。1994年夫田中健さんに判を押した離婚届を置いて家を出て行かれた古川さんは、1999年7月1日誕生日の翌日には田中さんから電話がかかってきて、おめでとうと言われたそうですが、その後好きな人がいると告げられたそうで、それまで離婚を渋っていたという古川さんもついに離婚に同意し、1999年には田中さんと正式に離婚した。田中健は日本の俳優、タレント、ケーナ奏者、本名は田中健一、所属事務所はオスカープロモーション、現在は東京都在住、福岡県筑後市生まれ、福岡県立八女高等学校卒業後、1972年に青い剣として歌手デビューする。その後俳優に転じる。代表作の一つである俺たちの旅は1975年にスタート以来、好評につきシリーズ化された。映画テレビともに葛藤や春春を抱えた若者役を多く演じ、青春映画には描たいスターであったが、年を重ねるにつれてこうした個性が陰影に転じ、
存在感あるバイプレイヤーの地位を占めている女優の古川優子さんが最近激太りしてしまったと話題になっている。現在の体型は若い頃のスレンダーなモデル体型とはかなり変わっているようで、この変化は更年期の影響もあるのかもしれません。年齢を重ねると誰でも太りやすくなるもので、古川さんもその一例である。しかし彼女の明るく元気なイメージや美しい容姿は変わらず、体重増加についても何か病気が隠れているのかと心配する声も上がっている。彼女自身も心身の病気に悩み、マイナス思考になってしまったと発言している。40歳を過ぎた頃、離婚も重なって心の傷が深かったようだ。古川さんは結婚していた田中健さんとの間に娘を設けていますが、現在は独身でゲームやコスプレに夢中な生活を送っているようだ。彼女の娘も女優として活躍しており、母娘揃っての美貌と演技力に注目が集まっています。ところで小手川さんを病気で多くの人が検索しているようだ。というのも小手川さんは2016年にテレビドラマ「ゆとりですが何か」と舞台「名題狐寿司」に出演したのを最後に公の場に出ていないのだ。実は小手川さんは2015年にお正月番組「一泊二日で豪運成就欲張り開運ツアー」に出演した際、あまりの変貌ぶりに多くの視聴者が驚き、体調不良や病気ではとの心配の声が上がっていたほか、2012年から2014年までの間もブランクがあったのですが、週刊誌「女性自身」が小手川さんの所属事務所に取材したところ、所属事務所は「女優活動は今後も続けていきます」と答えるのみだったようで、もしかしたらやはり体調が良くないのかもしれません。さていかがでしただろうか。若い頃の古川さんはこっそりしていたよね。スレンダーなモデル体型でスタイル抜群だった。しかし2010年頃から少しずつ太っていったようだ。ちょうど更年期の年代で体調が変化する時期と重なっている。人間誰でも年齢を重ねると太りやすくなるよね。同じ生活をしていても年月をかけて体重が増加してしまうそうだ。よほどの心がけがないといつの間にか体のあちこちに脂肪がつきまくるのだとか。古川さんも加齢とともにぽっちゃりしてしまったのだね。そんな小手川さんは田中さんと婚姻中、元 CHAG インド ASKA の飛鳥さんと熱愛が報じられたことがあった。お二人の出会いについては定かではありませんが、小手川さんは1988から1995年まで音楽番組ミュージックフェアの司会をしていることから、その時にゲスト出演した飛鳥さんと知り合ったと言われているほか、小手川さんが1991年に発売したアルバム「ボンテ一重陰陽譜」に飛鳥さんが楽曲を提供したことがきっかけだとも言われており、某芸能ライターは小手川と夫の田中健との結婚生活が破綻したのは飛鳥が原因とも、耳元でラブソングを切々と歌われて、その気にならない女はいない、小手川は飛鳥会と名付けて定期的に飲み会を開いていた。メンバーは芸能界ではナウテのプレイボーイの元冬樹、ピーター、河合俊一ら、六本木のバーや路上でナンパ対決をするなど派手な遊び方だったと証言している。古川さんは俳優の田中健と結婚し娘の綾菜を設けた。しかし田中健との離婚や秘長との不倫疑惑など私生活でも話題となっている。現在は休養してから女優として再活動するという意思を持っているとされている。ちなみに小手川さんは田中さんとの間に1987年10月29日女の子を出産しているのですが、その娘さんとは現在女優として活動している綾菜さんだ。綾菜さんは幼い頃からその美少女ぶりが有名で、その美貌と二世であることを生かし、鼻先前が黙ってない、ゴッドハンド期、天使と悪魔、未解決事件特命交渉課などのテレビドラマや、謎解きはディナーの後でなど、舞台にも数多く出演している。古川さんの近況や病気の噂についても触れられていた。テレビの露出が減ったのは事実のようで、他の仕事情報もあまり見かけないため、収入源が途絶えている可能性もあるとのことだ。しかし、古川さんは一流女優としての経験もあり、その分の蓄えもあるので、仕事をしなくても食べていける状況かもしれません。また、
古川さんはまだまだ女優としての存在価値があると考えられており、オファーもあるのではないかとの意見もあった。年を重ねた美しさも魅力になることもあるため、今後も女優として活躍していくことが期待されている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。